夏油傑は被害者だった。ついに呪術廻戦ゼロの興行収入が100億円を突破した。私は猛烈に感動している。これを見ている猿はもう見てくれたかな。まだ見ていない猿は授業を早退して今すぐ見てきなさい。さて今日の授業は興行収入100億円突破を記念して、まだ見れていない猿や見たけどしっくりきていない猿のために呪術廻戦ゼロの10倍泣けるポイントを教えるね。映画を見た人も見ていない人も10倍面白く、そして10倍泣けるようになるだろう。終盤では多くの人が泣いた。私と悟が別れるシーンをがっつり解説しているから見逃さないように。これを見れば映画で号泣間違いないだろうね。夏油傑役の桜井さんが言っていたんだけど、五条と夏油というポジションじゃなくて悟と傑の瞬間があるんだよね。そこの部分が泣けるにつながるから必ず最後まで授業を受けるように。これに関しては共感の嵐だね。ただ映画のネタバレがあるからまだ見ていない猿は注意するように。まずは今日の時間割を見ていこう。呪霊操術国の番板垣。早速授業を始めていこう。授業展開。この映画の泣けるポイント一つ目は、リカの呪いが解け天国に行くシーンだろう。口コミでもリカが天国に行くシーンが泣けたという人が多かったんだ。このシーンを解説する前に、なぜリカが呪霊になってしまったのかについて取り上げていくよ。リカが呪われた理由を知ればより一層切ない気持ちを感じるだろうね。呪われた理由を知る前に乙骨とリカどうやって出会ったのか知っておこう。この出会いは2限目にもつながるから聞き漏らすことのないように。乙骨とリカは病院で初めて会ったんだ。乙骨は肺炎でリカを山で遭難していたところを保護され、検査のために入院していた。廊下を歩いていた乙骨が偶然リカを見つけるのが最初の出会いだね。その後一緒の小学校に進学して仲のいい友達になるんだ。仲良く遊ぶ中でリカと結婚の約束するという流れだね。さてリカが呪霊になってしまった理由だけど、実は乙骨がリカに呪いをかけてしまったからなんだ。リカは交通事故に遭って乙骨の目の前で死んでしまう。乙骨はリカの死を受け入れられず、死なせたくない一心で呪いをかけてしまったんだ。乙骨本人は呪いをかけたつもりはないんだけどね。大好きな子を助けたいだけだったのに呪いをかける結果になったのが切ないよ。二件目は、多くの人が泣いた、リカが天国へ行くシーンの解説だよ。まずはお話の流れを押さえておこう。乙骨は自分の全てを犠牲にすることで、リカの力を最大限に発揮して私を倒したね。その時、乙骨はリカと同じ天国へ行く約束をしていたんだ。乙骨が、リカと共に行こうとすると、リカは少女の姿に戻り、呪いから解放されたリカは、微笑みながら天へと登っていったよ。このシーンでのポイントは、乙骨がリカを呪ったのは自分だと気づくところだね。リカを苦しめていたのが自分だと知って、乙骨は号泣してしまう。大好きな人を苦しめていたのが自分だったら深く傷つくよね。でも被害者側のリカは乙骨を責めずに感謝の言葉を伝えているんだ。時間をくれてそばに置いてくれてありがとうと、苦しんだはずのリカにそんな言葉をかけられたら私も号泣してしまうよ。このシーンでは一つ気になる言葉があるんだ。それはリカはこの6年が生きている時より幸せだったよという言葉。生きている時より幸せだった。それは生きている時は幸せじゃなかったということにならないかい。なぜリカはこんな言葉を口にしたのだろうか。ここに1ゲーム目の背景が絡んでくるんだ。1ゲーム目でリカは山で遭難していたところを保護されたと教えたね。実は父親と共に登山をしていて2人とも遭難し、リカだけが助かり父親は行方不明のままなんだ。また母親もリカが5歳の時に原因不明で急死している。リカを引き取った父方の祖母はリカが息子とその妻を殺したと思い込んでいるんだ。その祖母から嫌がらせをされたり冷たい仕打ちを受けていたんじゃないだろうか。そういった背景からこのシーンを見ると全ての苦痛から解放されたリカの姿にうるっとしちゃうね。この映画最大の泣けるところは、サトルと私の最後のシーンだろう。だけど、私とサトル、そして翔子の関係性を知らないと、感動も薄まってしまうよ。ということで3件目は私とサトル、そして翔子の関係を紹介していくね。映画ではかなり補正はされていたが、まだまだ足りない。むしろ原作の、部分を見た方が、余計に泣ける。まず、私たちは呪術高専の同級生だったんだ。翔子も同級生だってことに驚いた猿もいるかもしれないね。サトルと私は親友だった。憎まれ、口を叩くこともあったけど、お互いに信頼していたからね。私の背中を預けられるのはサトルぐらいだろう。俺たちは最強だ。って、二人ともに思っていたのだから、任務も二人で行くことが多かったな。これは楽しかったね、サトル。翔子との関係も悪くなかったかな。ただ翔子は私たちのことをクズどもと見下していたけどね。言葉には気をつけろと言いたいとこだが、翔子だからしょうがないかな。本当に見下していたのではなく、愛情の裏返しだと私は思っているよ。嫌いなら私を捕まえようとしたはずだからね。ただ翔子は後悔しているんじゃないかな。私を止めようとしなかったことを。というのも翔子とは姿をくらます前に一度会っているんだ。彼女は私を止めようとしなかった。あの時止めていればこんなことにはならなかった。その後悔が、ゲートという言葉に込められているようで切なかったよ。
さて、予言目は私がなぜ呪詛師になってしまったのかについて説明していこう。ここはテストに出るから集中して聞くようにね。まず押さえておきたいのは、私は初めから秘術者を憎んでいたわけではないんだ。呪術は秘術師を守るためにあると考えていたくらいだよ。むしろ最初は悟の方が弱い秘術者を見下していたんだ。私が呪詛師になる経緯はこんな感じかな。数々の出来事を経て、少しずつ秘術者を憎むようになっていた感じだね。リコちゃんの事件の後、私は一人で任務をこなすことが多くなった。この時に悟がいたら、悟に悩みを打ち明けられていたら、私は道を外さなかったかもしれないね。さ、最後の授業だ。この映画の中で最もみんなが泣いた私と悟のシーンを紹介しよう。私は乙骨にやられ、命からがら逃げているところを悟に見つかる。悟を見て、私は逃げ切れないことを悟るよ。このシーンはお互いが選びたくて選んだ道じゃないってところが悲しいね。私は悟や後世の仲間たちと戦いたくはなかったんだ。でも、この世界では私は生きにくくてね。私が理想とする世界を手に入れるために、悟たちと戦うことを選んだんだ。ショークから連絡が入り、私に会いに来た時、悟は私を殺すことができたはずだ。術式反転赤を発動させていようとしてたしね。でも、実際にはその時私を殺さなかった。死因を殺したくなかったんだろうね。苦しい選択だったと思うよ。そして映画オリジナルのシーン、悟が私に目線を合わせてしゃがんでくれるんだ。あれはちょっと、映画で見ていた私もうるっときちゃったね。その後どうなるかは映画館で確かめてきてほしい。乙骨に学生証を返すとき、嬉しい言葉を返していたんだ。そのセリフにも注目してね。泣いちゃったよ。一人一人に映画では描かれていない背景があると分かってもらえたかな。この背景を知っているのと知らないのでは、感動する深さが違うんだ。今回学んだことを復習してもう一度映画を見てごらん。号泣すること間違いなしだよ。映画を見に行ってここも泣けたというところがあったらぜひコメントに残してほしい。恒例の宿題だ。呪術廻戦0の一押しシーンはどこかな。私はもちろん悟との別れのシーンだ。宿題をコメント欄に提出してね。里も暗くなってきたから気をつけて帰るんだよ。